ビファーブ姫スケートする子供たちをお届けいたします。三拍子の曲もコミカルに踊るように弾くのがポイントです。スケートをする子供たち、蝶々になります。平行蝶はほから始まります。ほうにいほうろへはと始まります。フラット1個でへいろほういにとは。平行蝶は2から始まります。に単調、に単調と単調。フラット3つでほっとんちょ。フラット4つで、ヒン、イ、タンチョ。実にピアノは多彩な音楽用語に臨時記号の多い楽器ですが、少しずつ基本を楽しく学ぶと、表現力豊かに弾くことができます。お化けが来たぞ。逃げろ!などと遊びながら学ぶことも、子供たちは喜んでくれます。少しずつ楽しみながら学ぶことが一番です。手首を幽霊のように引きましょう。お化けが来るぞ、お化けが来るぞとイメージをして弾く。曲に応じた手首、打鍵の位置も気をつけてみてください。それではだるまさんが転んだ。最初はグーあやんけんぽん。生まれたて1歳、2歳、3歳。何でも楽しみながら学ぶことは大切でございます。